校舎の屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。ゆか、見るな。ああ、成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。ってこと。あれは何だ。どこかの鍵だな。取ってくる。危ないよ、やめて。大丈夫だ、慎重に行く。取れたぞ。なんだ、小さいな、この鍵。机か何かのか。なんだ、ここは。そんなつもりはなかったのだ。ただの一時の気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。寒い。何この張り紙の数、異常だわ。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。何これ。兄ちゃん。嫌な予感がする。ゆか、見るな。毎晩夢に出てきやがって。こんなに私が罪を悔いているのに。
ここまで私を苦しめるんだ。わかっているよ。お前は本当は死んではいない。死んだふりをしているんだ。だがね、私には立場があるんだ。お前にあのことを誰かに喋らせるわけにはいかないよ。悪いが、喋れないようにさせてもらうからね。お前が夢枕に立つたびに、また殺しに来てあげるからね。サトシ、サトシ、大丈夫？急に返事しなくなったからびっくりしたよ。ああ、すまない。嫌な記憶を見た。え？これはおそらく幸子の舌だ。心を病んだ校長が、よしえの事件を誰かに喋られては困るって。幸子の亡骸を掘り起こして、舌を切り取ったんだ。ひどい。これを、幸子に返してやろう。きっと、探しているはずだ。幸子に。これは隠し通路か。お兄ちゃん、ここにもお札がびっしり。怖い。ああ、相当恐れていたんだ、この下にあるものを。俺から降りるから、ナオミとユカは後から続いてくれ。お兄ちゃん、サトシ、気をつけてね。ああ。あ、なんだ。スクラップブック、あの児童殺害事件の新聞記事と写真が閉じてあるわ。幸子がどうだって言うんだ。うん、あ、見て、もっと古い新聞記事。1953年11月19日。古いな。あの、児童殺害事件よりも、もう60年近く前の新聞記事だ。
気の毒だな。奈穂さんの手記にあった篠崎家の廃屋って、もしかして。見て、同じ紙面にもう一つ関連記事が載ってる。亡くなった保健医吉江の一人娘がその日から失踪しているって。写真が、なんだ。見てこれ、幸子、児童殺害事件のスクラップ記事と全く同じ。なんでこいつ ここにもいるんだよ。どう見ても同一人物だよね。このスクラップブック残した人もきっとそれに気づいたんだわ。本当に薄気味悪いな。やばい。何？隠れろ、早く。幸子だよな。くそ、とにかく上に逃げるか。体が動かない、声も出ない、金縛りだ。待て、待ちなさい。いけません、離してください。またか。篠崎くん、すみません。篠崎くん、押すつもりは。立ってください。お母さん、いや、幸子くん、見たんだね。
しまったんだね。逃げるぞ、来い。キセルマくん。篠崎、待て。何？追いかけて、来ないぞ。ヨシエの事故と幸子の失踪、早速見えてきたな。あいつ、あの子の亡骸どうするつもりなのかしら。隠すんじゃないか。古い新聞記事では母親の方は事故として出ていたけど。娘の方は失踪となっていたからな。許せないわ、あいつ。ねえ、幸子の遺体を隠すとしたらどこだと思う？見当もつかねえよ。持田君が言ってたよね、キビキ先生の書いた記事。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在って一文のこと言ってたな。調べてみるか、地下室。どうした？いる。あ？いや、本当になんかいるのか、この先に。いるよ。気をつけて。どうした？なんだろう、この部屋、呪術っぽい。眺めててもわかんねえよ。それより外の焼却炉の方に何かいるんだろう。進もうぜ、先に。わかった、先に出てて。の、
早く来いよ。え？何今の声。私、喋ってないのに。篠崎？おい！篠崎！何？何？嘘！やだ！岸沼くん！岸沼くん！け、閉じ込められたの？開けて！無事ね、生きてるね。先生の声がする。これも嘘の声だったら泣くから。何を言ってるの。さ、おいで。もう怖くないよ。先生、どこに行ってたの。会いたかったよ。ごめんね、怖い思いさせたね。あれ先生、先生ひどい怪我。シロザ、きっ骨折した腕が。篠崎さん、さ、立ってここを出るわよ。早く私に捕まって私の体を登りなさい。先生、だけど早く。片腕では二人の体重を支えきれないわ。急いで、篠崎さん、あなたまで落ちちゃうわよ。ダメ、指が離れる。先生、先生。早く。ゆい先生、先生捕まって。大丈夫、すぐ上がるから。そこもいつ崩れるかわからないわ。外に出ていなさい。だけど早く。岸沼君、篠崎さんを。先生、篠崎、来い。篠崎さん。篠崎さん、強く、強くなりなさい。あなたは誰にも負けない才能を持ってる。ここを出たら叶えるのよ。話してくれた夢。行きなさい。これだけ言ってもわからないの。早く行きなさい。篠崎、